岩手郵便局は、日本郵便が2017年3月21日に、岩手県北上市愛沙里町、大松沢の北上南部工業団地内に開局した、一般客向け窓口、ATM を持たない、タイプの郵便局である。住所、岩手県北上市愛沙里町大松沢1-111、岩手県内の郵便番号には、例に X。 4X という一つの大きなくくりが存在し、森岡中央郵便局が地域区分局として、管内の郵便物等の取りまとめ、対外発送を請け負っていたが、これを分割し、岩手県内の郵便、u パックの区分を行う、地域区分専用局として新設されるものである。一般客向けの窓口などは、悠々窓口も含め開設されない。 仕分け業務に特化した郵便局としては、2015年5月4日に、開局した東京北部郵便局、2017年1月30日に、開局した山口郵便局、2017年2月6日に、開局した静岡郵便局に次いで、全国4例目となるという。開設当初は、森岡中央郵便局の u パックの地域区分業務が移管され、 郵便物の地域区分業務は1ヶ月ほど遅れて2017年5月4日に移管された。移管により県内の一部地域では当日発送締め切り時間が繰り上げとなっている。移管したもののサービスレベルは森岡中央体制と同等としている。2018年8月18日、秋田中央郵便局が行っていた郵便番号の 上二桁が01の地域の地域区分業務が当局に移管された。ありがとうございます。